第3位はですね、ゴジラモスラキングギドラ大怪獣総攻撃 GMK です。有名なやつ。ゴジラモスラキングギドラ略して GMK ということでね、はい、一番好きなゴジラはこのゴジラなんです。ん、実は僕はかっこいいんだよこれ。白目なんだよこのゴジラ。もう本当だ、狂ってる狂ってるよ。ガッチリね、平成っぽいようなプロレス体型もありつつのこうガッツリ悪っぽいゴジラで、すごいかっこいいよねっていうのがまあ一番でかいんですけど、はい、これの設定も結構しっかりしてて、うん、というのも初代ゴジラはあの青地島の神の化身っていうようなとことか、あと水爆実験の影響を受けた昔の恐竜みたいな設定とかいろいろあったりするんだけど、うん、途中からさ怪獣ゴジラみたいなのが浸透 しすぎて設定とか別にそんななかったりしたんだよね、うん、あゴジラだみたいな、あいつものゴジラですみたいな感じで出てくるんだけど、このゴジラは太平洋戦争で散った人たちの怨念っていう、はいはい、それもまた怖くてさ当時、うん、怨念なんだよ、もう怨念が歩いてきて特急呪物だよ。だからそんぐらいこう怖いゴジラとして描かれてて、はい、圧倒的敵としての悪のゴジラっていうのが超久々っていうか、味方か中立とか、うん、でも敵もいるから実質こっちの味方みたいなパターン多かったけど、うん、このゴジラに関してはもう敵なんだよガチの、うん、ガチガチの敵で、これはないかなって構図は別なギドラとかモスラとかバラゴンたちがヒーロー側なんだよ。ああ、ゴジラを倒す側になってる。そうそう、今までさその中立とかでも敵怪獣は敵怪獣だったじゃん、うん、だけど今回がっつり味方に五穀星獣っていう三怪獣が出てくるから、うん、ゴジラが敵でこのいつもの敵たちが完全な日本の味方みたいな、はい、あ五穀星獣って設定がかっこいいじゃない。かっこいいね。漢字はかっこいいわけですわ、やっぱり。なんか個人的にはね、もう 和の漢字、ギドラ、モスラ、バラゴン、これ漢字なんだけど全部、はい、で昔の絵巻物みたいに書かれてるみたいな、あまあ結構すごいねワクワクする設定で、和のギドラってさ、うん、かっこいいなと思って。かっこいいよね。このギドラのビジュアルも俺実は一番好きで、はいはい、この顔がもうすでに結構優しい顔してんだよ。今までのギドラってやっぱ宇宙怪獣だから、うん、ザ悪役の顔してんだけど、このギドラは本当にあのあ五穀星獣だみたいな顔してて、あなんか本当だ、なんかちょっと優しげ、ちょっと目が丸くてさ、うん、優しい顔してるじゃん。これがまた良くてね。ちなみになんだけどさ、五穀星獣ってギドラ、モスラ、バラゴン、そうですだよね。タイトルさ、ゴジラ、モスラ、キングギドラだよね。あ、気づいちゃった。あれ、バラゴンどこ行った？ちょっと諸事情があってね。え？明言されてないんだけど、うん、まあ俺のあの考えでいくと、はい、バラゴンだけね単体で飛びついてくんだよ最初に、はいはい、ゴジラに、ゴジラに先制攻撃してくるのはバラゴンなんだよ、うん、なんだけどすぐやられちゃうんですわ、放射熱線で。でゴジラたちの最終決戦にはいないんですよ。あモスラとギドラはいるんだけど、はい、っていうところがあって、まあ、ちょっと目立たないから省かれたっていうのもあるし、あとはそもそもだけど今回の五穀星獣設定って、うん、海の神、地の神、空の神みたいな感じです、はい、モスラが海の神っていうのはちょっと結構こじつけだなんかもあったんだけど、あモスラが海なんだ、ほら泳いでくるからさ、幼虫って、ね、で空の神ギドラはまあまあまあって感じじゃん、はい、そうすると地の神って難しいじゃん、うん、地底潜る、あバラゴンしかいねえってなったんだでも数字が持ってないんだよ、うん、結局モスラギドラはまあもちろん数字あるんですけど、はい、バラゴンって言われて、僕がさっき紹介した怪獣総進撃か、うん、フランケンシュタインの怪獣対バラゴンしかないから、うん、誰ってなるわけよタイトルに入って。確かに地の神ってことで、うん、整合性は取らせたけどタイトルには入れないよっていう扱いになっちゃったんだな。かわいそすぎる。当時のポスターさ、煽り文句として生き残るのは誰だって書いてあるんだ。でもポスターに写ってる怪獣がギドラ、モスラ、ゴジラ、バラゴンじゃん、うん、でタイトルにバラゴンいないじゃん、分かってんだよな。一、ね、人だけ確定してるあとね、まあ、見どころ言うとね、新山千春さんめちゃくちゃ可愛い、うん、これだけでも絵が持つ、お綺麗ですよ。あれだよな、完全にこれ君の好みだよね。最新版の予告ですね。もう劇場で10回ぐらい見た。いや映画行きすぎじゃない？でもおもろいな。バスの吹っ飛び方がちょっとなんか、あれがゴジラ、あ怖いね、これさちょっとね聖地、まあまあ死んでるような人はゼロがマイナスになるってよ。うん、本当どうするんだろうね。なんかやっぱヒューマン強め、船の飛び方、上地くんの演技は良さげだね。